お集まりの女子の皆様、これから恒例のビスケット大会を開きます。さあ、それでは皆様、ビスケットをどうぞお食べください。はい、ビスケットをお食べください。どうぞ。これのビスケット大会だってよ。久々のビスケット美味しいですか？皆さんどうですか？激しい母ちゃん。前は母ちゃんに取られてたのに、もうみんな母ちゃんには負けませんよ。ほらほら、取った母ちゃんから取った。ダメだよ、下に持ってっちゃ。スケルトン参加しないのかい？スケルトン、スケルトン地下に行っちゃいましたね。地下からスケルトン取ろうとして、頭いいね、スケルトン。作戦うまくいきそうだったけどね。じゃあまた再び取ろうとしてますね。スケルトンは参加しないね。穏やかな性格のスケルトン。この今真ん中に見えてるこの子、上向いたこの子がスケルトンですよ。やっぱ母ちゃん強いのかな、まだまだ。ね、母ちゃんに取られちゃうね。母ちゃんほら、みんなにあげなさい、ほら。みんな子供たちに。子供たちあげなよ、ほら。強くなったね、娘たちも大きく育って強くなった。母ちゃん、やっぱり母ちゃん強いわ。母ちゃんほら、娘にもあげるよ、ほら、娘にも。やっぱ母ちゃん強いな。ねえ。じゃ、母ちゃんとは別に、みんな別のビスケットあげるよ、ほら。母ちゃん取っちゃうから、ほら。ほら、スケルトンおいで、スケルトン。スケルトンおいで、スケルトン。スケルトン、スケルトン、ほら、スケルトン、ほら、スケルトンにあげる。スケルトンにあげるからね、取らないよね、スケルトンすぐ取らない。ほら、スケルトンすぐ取らない。スケルトンはね、あんまりガツガツした女子じゃないんだよね。気になる女の子なんです。リーゼント生やしてたんだけどね、性格はまるっきり反対。すごい女子なんですけど、でもスケルトンも頑張ってね。母ちゃん、ダメだろ、お前。自分でさっき取ったのに、また、子供の分まで取っちゃダメだろ、母ちゃん。子供の分だよ、そのビスケットは、母ちゃん。ダメだ、母ちゃん、取っちゃ。母ちゃん、もうほら、こっちで持っとく、母ちゃん、もうお前は。あかんな、母ちゃん。子供たちだけでね、
ビスケットあと分けて。あ、じゃあダメだよ、ほら。ビスケットあるともう目がないじゃん。どっから声してんの今、ギャ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 。他から声がしてるけど。誰ですか、誰。いつも母ちゃんが取ろうとすんのを子供が阻止するってこの構図なんだよね。母ちゃんダメだろ、自分のビスケットもほっぺたにいっぱい入ってんだからダメだ、子供にやれ。ほら母ちゃんもうダメだよ、お前は。母ちゃん口の中ビスケットこんな膨らましてて、母ちゃんもうなにゃんこスターみたいな顔しててダメだよ。そんなにゃんこスターの顔じゃごまかされないよ。いい音すんね、みんなカリ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 いい音すんね。ま、あとはみんな仲良くね。はい、このゴラマ、この辺で。